今まで出せなかったものを出せるようになってると思いますね。はい、そのグレー の, あの補色だったり、やっぱなんかこう MT だけじゃこう出せなかったグレーの濃さも出せるようになってきたし、パンチを効かせられるようになったかなっていうのはありますね。もう付加価値をつけるって感じですかね。入ってきた様子から洋服からなんかその雰囲気でもうやりたい感じを自分で、あ、こういうのが好きなんだろうなっていうのをこう目で、そのカウンセリング入る前の情報である程度なんか、あ、こういう感じにしたいんだろうなっていうのを頭に入れといて、でお客様に言われる前に、あ、なんかこっちがもう言い当てる感じ、髪を染めてるんじゃないですか、心を染める仕事だと思ってるんで